T 先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。前回言いました通り、今回、一旦クリアしてしまいます。なのでネタバレにご注意ください。もうクリアなのね。マップもいつの間にかコンプリートしそうですし、この先の玉座の間にて何かが起こるのでしょう。有門さんがそこに行けばわかるって言ってたし、例の表現した人も向かっているはずだから、役者は揃っているよね。さて何が出るかな？え？敵ではない。門番かしら？資格がないと通れないとか。いきなり切られたりしないよな。なかなか怖いね。一応大階段ということかな。まったく。それ用としか思えない狭い隙間でした。でっかい月だな。というところで、いよいよです。そうだ、装備は整えておこう。ソウルを使うかはその時次第として。まあ MP 回復でいいかな。使わないの。なるべくなら武器だけで最初は戦ってみたいところです。ふーん。では、頼もう。何この人？むちゃくちゃね。うお、そこはまさにドラキュラなんだ。ひざまずけ、だって。こちらのセリフです。振り向くか。ひざまずけ。どうした？どうした？パターンを変えた。やけに簡単だったけど。まるで月下の真相。似てるね。ただ二人の女性が向き合っているような姿は、グロいけどどこか不思議な気持ちになります。よく見ると気持ち悪いけどね。ただ最初はまさに月下と同じようだな。誘導して避ける。これだけ。そもそもしゃがめば避けられるのね。え、まさか。終わったの。Thank you.
陽子さんたちもいるんですよね。だと思うけど。よかった。終わったー。本当に倒してたのね。ラスボスにしては弱くてびっくりでしたね。まあ、最後の城に呼ばれている気がするわ。次回作の伏線と思わせて、実はまだこの城でやることが残っているよというヒントでしょうね。さすがにこれがベストエンディングではないのね。お察しの通りまだあります。まあ、条件については察しがついているので、次回はそちらのやり方を試してみましょうか。うん。ということで今回もでしたが、次回からはずっとネタバレ注意です。大丈夫な方のみこの先もお楽しみくださいね。お願いします。ということで一旦クリアとなりました。よければ最後までお楽しみください。ノクターン。またねー、ノクターン。